アクセルエリック・ハインリッヒスはフィンランドの軍人。1915年よりフィンランド国防軍に入隊。当時フィンランド国防軍はドイツで最新の軍事訓練や第一次世界大戦で実戦経験を積ませるイエーガーと呼ばれる部隊を有していた。ハインリッヒスもイエーガーとしてドイツに渡って軍歴を積み第27両兵大隊の一員として 東部戦線やベルギーリエージュの戦いなどに参加した。第一次世界大戦末期にフィンランドが独立を果たし、新祖派の赤英軍と新独派の白守軍による内戦が勃発するとハインリッヒスは帰国して白守軍につきタンペレ方面での戦いにおいて大隊を指揮した。1939年に第一次カオルソ戦争が勃発すると最前線の一つである。 カレリア地境にて、フィンランド国防軍第三軍を指揮、冬戦争終結後の1940年6月に、不評大将に就任、1941年1月には、参謀総長に就任する。1941年カレリアで指揮を取る、ハインリヒス1941年6月に、第二次カオルソ戦争が勃発すると、1942年に、 ソ連によるフィンランド間前線量が達成された場合に備えて一部の共産主義者に対して武器を横流し陰得していた事件への関与が疑われて参謀総長を辞任する。しかし1944年8月にフィンランド国防軍元水マンネルヘームガリューティの後を次大統領になると変わって フィンランド国防軍総司令官となり、継続戦争の後始末やその後のラップランド戦争で指揮をとり、第二次世界大戦が終結した1945年に軍歴を終える。1944年にマンネルハイム十字章を授与された。また、ドイツからは騎士鉄十字章も授与されている。ヘルシンキブレンデー墓地にあるハインリヒスの墓碑。 マンネルヘームからの信頼が厚い人物であり、1947年頃からポルトガルで西洋していたマンネルヘームの自伝の制作を手伝った。マンネルヘームは各地の指揮官に対し、些細な出来事も逐一報告することを義務としていたが、ハインリヒスに対してのみこの義務を与えていない。ありがとうございます。